はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは、バトルフィールド4、DLC 第3弾、なんだっけ。なんちゃらかんちゃら。なんちゃらかんちゃらのステージでやっちゃいきたいと思います。途中参加ですね、あの途中参加だけどまだ始まったばっかりだから気にしない。せーの、ビッグママでございます。ということで。のね、DLC 第3弾ではね、主にね、海上戦メインというマップができました。やっぱりね、グラフィックがすごいんですよ。まあ、COD はな、ゴミだよな。ゴミとか言うんじゃないかな。さあ、COD が2点だとしたら、ビーフは7点くらいだね、はい。100点満点制ですか、それは。結構シビアな点数いってか。さあ、敵がいたんじゃない今、ここに。あれ？マジで？竜がどこかって欲しい。竜がどこか、ジャンルが違う。ジエンドどう思ったじゃん。さあ敵がいた敵がいたやめろ本当にない。いやすごくないかこのグラフィック。こいつをどう思う。いいセンス。待ってなんで今よしちゃったの。あー下手くそすぎる。そうビーフのキルレジマンですね。いやしない。いや自慢っていうのはさ2以上のという時だ。0.25 だったな。いや、それそんなひどくない。0.25 はさすがにない。あれこのボート、あ、さあさあリトルバードすごい得意だよ。言いながら俺は爆死は。フラグではしかないんだ。フラグなんだよな。俺は爆死が得意なことで有名だ。さああのヘッドを。さあ、バレてない。行くぞ。まず一発発射。フレアを炊くでしょう。さあ、もう一発取っておきます。ということで。いけ。は、一発。おらよーし。かわいそう。かわいそうなんだな。やばい。大丈夫か。え、ロック、こんだけ人がいればね、頻繁にロックされちゃうからね。慎重に行きたいんですよ。爆死をね、そろそろ免れたい。ほら、たくさん船が走ってる。スマホいじってんじゃない、君は。はぁ、iPhone か。フレア、放出、あっ！うわぁ、すごぉ。あぁ、さぁ、オーラオーラ、やばい、もう一発来た。死ね。うぅ、降りる。おーい、爆死だぜ。ちょっと敵の船がいる。船がいるから避難。あ、そういえば、はい、私、ビッグママ、ツイッターを始めたので、だいぶ前から始めてる。もう、フォローとか、何やらしてください。あ、じゃあ、動画に、君の動画には関係ないけど、これ、貼っておこうじゃないですか。常に貼ってるから。これ、これなんか映画とかで、違うな、ポケモンの映画で見た記憶がある。ルギア爆弾見たことがある。ルギア見たことがある。だから分かる人には分かる。このね、のロケット団たちがね。さあ敵がいるな近くに。ポケモンが強い。いや俺なんかポケモンって言えば、ね、なんかねポケモンもなんか見た。いやエイムがひどい今のは。ポケモンガチ勢の人は本当にすごい。だってなんか。ポケモンとポケモンの卵が乱数がどうちゃらこうちゃらでも何言ってんのか分かんない。さあじゃあこの人たちからもちょっと待って、一人も倒してなくないねこれ。もしかして弾を捨てていく。さあちょっと避けて何してんだ。いやちょっとどうかよ。さあデルタを確保。ほぼかよ。適正力が迫ってる。いや、ゲイだよ。ほぼとゲイって何が違うんだろう。あれ、敵はどこ行った。いた。オッケー。デブレンデベン。デブレンデベン。ゲイさ、ゲームの解説を少しはしようという気はないのかって。俺、ビーフわかんない。ビーフはわかんないけど、FPS はわかるでしょ。わからない。いや、わかるでしょ。俺 FPS 初心者だからさ。FPS 始めて何年経つんだ。
2年ぐらい。4年ぐらい経つだろ。あの頃、4年やったってもう最近全くやってないんだよ。さあ、チャーリーを、かっこちゃった。そうな、俺、この受験生の時でさえさ、毎日、いやぁ、くさぁ、やっぱり、LINE つぶつぶが面白いから。あ、もしもしもし芸にハマってしまったのか。さあ、味方のリトルバードがいるけど、これ見たまえ。あの、運転が見れるんです。じゃあ下手か、お前。味方はさ、じゃあちょっとこっから湧いて降ろさせていただく。味方はさ、あの、お休みみたいにさ、三角を押してさ、こう、押しなくてさ、車を進めるみたいな。そういうのがね、ビーフェンにつくことを僕は目立つんですよ。それも別のゲーム。なんでグラセンがやれって話なんですけど。さあ、敵がどこにいるかわからない。いた！で、ステージがね、あー！惜しい！ちょっと4じゃん。もったいない。もったいない。いや、とりあえずね、この第3弾目の DLC を体験するという感じでやらせてもらっておりますが、さあ、どうしようかな。とりあえず、ゴルフが敵の手に落ちてるので、ゴルフが欲しい。狙い狙い狙い。はい。なんかさ、あのメタギア2のさ、あの、今、バンクに殺されるとこってさ、それ、あれでしょ、こんな感じだよ。ビッグシェルでしょ。そう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 。あれね、あの、3の HD エディションでやったことはあるけど、間違ってエマを打っちゃってね。いやもうさ、ODS、ね、って外れなくない、今回はさ、この時とかさ。いや、まあ、グランドゼロはね、まあ、いやまあそうかもしんないけど、いやまあ面白いんだけど金出してるな。確かに敵がね、こっちからもうなんか下からは行ったり、いた、いた、敵が気づかなかったんだ。うわぁ、うーい、うまいね、うまい。やっぱヘリの人っちゃうまいよね。いや俺だって撃てるんだよ。じゃあヘリコプターだってないんだもん。今あの このヘリコプターは違うんだよね。リトルバードがないと、どうやらこれではリトルバードは拠点 A から湧くそうで、拠点 A をね、ボートで、さあボートですよ。水がね、すごい綺麗なんだよね、前作から。でも適当だろ、敵だろ、こんなの。適当じゃないだろ。前作の方が結構適当だか。じゃあ、ね、あれ、なんかいる、持ってるの全くやってないよね。あ、撃ってんのこれ。あ、パソコン版だっけ。当たってる、ちょっと当たってる、ちょっと当たってるけど厳しいな。あ、違う。というわけで、アルファを、アルファをいただきに来た、座礁、さあ、アルファを、敵が一人、勝つ。いいね。あ、まだ敵がいるんじゃないか。いた。よし、ヘッドショット。まだいるぞ。死んだか。いた。よし、うわー、敵だ。あー、がーうまい、うまい。111レベルはそりゃうまい。あれだ、レベルなんてな、やってればわかるんだよ。まあそうだ、モダン3もいつの間にか10周目だ。モダン3ならね、モダン3はなんだかんだって面白かったから、ね、面白かったね。クソゲー、クソゲーって言ってるより面白いから。とりあえずお前の第一声はクソゲーだ。さあ、結構な拠点が取れてる。勝ってるね。なんだこれ、ビールの街か。あ、これ草屋、草屋じゃない、これ草屋、草屋か、草屋だな、草屋、草屋だな、草屋だ。よし、さあ、負けてるか勝ってるかすぐ分かる。あの、左下にこのチケット数多い方が勝ってる。うん、あー、やばい。またヘリ。あいつ、うまいね。うまいね。結構簡単なんだよ、ヘリから。こうヘリ狙う。リトルバードの場合。さあ、敵がいた。ヘッドショット。今のどの辺がヘッドショット。あ、やばい。うん、敵は見えない。
は見えない。ヘリを発見。下に降りて。敵クリア。クリアって2人で行くよーし。うわ、チャイニーズだ。いや、だって、2人舞台は中国だよ。俺、中国好きだからさ、オフィルトになった。あ、敵が中国なんだ。そう、敵が中国ですからね。とりあえず、全打待機だ。グレードフライブ。もう一個サービスだ。さあ、確保。確保したけど、敵が結構、いるっぽい。さあ、ビッグシェル、ビッグシェルに行きましょうか。ビッグシェル行け。いや、ビッグシェルという、結構スモールだから、だいぶ。シェルもすごい。スモールシェフ、んスモールシェフ。シェフシェフじゃない。さあ、敵のヘリコプター、ヘリコプターじゃねえや。グラグラすぎだろ、お前。敵のヘリがいると。なんだあれは。ちょっとね、ボートが欲しいんだけど、ボートがないんですよ。クロールで行くにはちょっと怖いって言って。あ、あの人は、クロールで行こうじゃん。ついて行こうじゃん。北島康介だ。北島康介は平泳ぎだったっけ。いや、前作はね、平泳ぎしかできなかったけど、今回はね、彼らはね、クロールとね、潜水を覚えたんですよ。成長したね。この何年間で。結構波がね、打ち立ってきてるけどね。トライアスロン。トライアスロンをしてるのかな。トライアスロン。ビッグシルまでトライアスロンか。そうだ。ビッグシルまでトライアスロンとかじゃん。さあ、割と結構早く到着した。あ、敵いるな、普通に。どう？敵ボート発見。切り。ちょっと君についてこい。君に決めた。また来るのか。多分こちらの建物だと。さあ、分隊復活してくれてありがとう。分隊がね、いればね、分隊巻きができるからね、分隊はすごくね、心強い。いたか今、いた。いない。下手くそ。下手くそじゃないだろう。さあ、取れるあ、まだ敵がいるね。ゲージが溜まってるということは敵がどっかにいるね。これ破壊されるの？ BF はね、ここは至る所が壊れるよ。いた。ああ。スカート。私の記録がこんなところに。さあ。味方がね、優秀すぎるんだよね。とりあえずね、周りのね、島々が。割と持ってないから、お、これはね、こんなところも走れるんだけど。F に向かおう。ニューンということで、いてて。さあ、ここなんもないな。もう草がたくさんある。あー、敵がいるね。増えてるぞ。あ、増えてる。あ、スポットさ、スポットありがとう。よし、わ、いた。はい、さっきの同じやつ。さっきの同じ人。ビールって人口どんくらい？いや、人口はね、ちょっとね、詳しくはわからないんだけど、割とすぐマッチングするからいる方。さあ、はしご。敵がいますよ、そちらに。グレネードフライブ。いた。よし。さあ、ヘリコプターから敵が降りてきた。おお。さて、さあまたボートに乗っていこう。よいしょ。なんだよ。あ、スタッツだね。よいしょ。痛い。もう終わりじゃん。終わっちゃうね。逃げられた。長いよね。長いけど、これが面白いんだ。あっちゃう。さあさあ、敵がどんどん湧いてくる。これは間違った。はい、おめでとう。ビーフはね、長い目にこの、あ、さあ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 、ヘリコプターが来ましたよ。見なさい。
で、敵がいた一匹。リトルバードの力を見せてやる。あれ待て、いて。戦闘機。敵の歩兵がいないから、ちょっとここに行きましょう。いて、ちょっと戦闘機やめてくれ。危ない。あ、もう少しで終わっちゃう。ちょっと待って。かっこいいとこ見せろよ。かっこいいところ見せたい。一人切る。あれ、おお、ちょっと降りるで。うわー、ちょっと待って、何が起こってる。荒ぶったなあ、ちょっと毒。あれ、ちょっと待ってくれ。かっこいい。おー、ラグいぞ。はい、というわけで、え、こんなラグいもんない。いや、今のは多分何かがあったんだろう。多分俺のヘリのせいだろう。そわ。さあ、というわけで、バトルフィールド4第3弾目の DLC ナーバルストライク。お疲れ様でした。待って、まだ喋ってる。ナーバルストライクでした。とりあえず体験という形で、まあ、こんなちょっとアホみたいなスコアだけど、とりあえず海上戦が目立つというか、人気というか売りのステージということで体験してみました。はい、ご視聴ありがとうございました。スモールシェルがあります。